新人者よ、神をも恐れぬ悪魔の使いよ。我はこの世界を守護せし最後の天使なり。我を倒せば守護は失われ、世界は悪魔どもに蹂躙されるであろう。それでもなお我を倒さんと欲するか。しかり、間違った神などいらぬ。我々は自らの足で立つ。たとえ私一人となっても、信ずる者のため突き進む。愚かなり。そこの人間よ、何時に問おう。この者らの神を殺さんとする望み、叶えられるべきか否か。そうはいかん。な、最後まで付き合ってもらうぞ、人間。卑劣なり、神敵ども。望みとあらば消し去ってやろう。神の怒りを知れ。いい汗をかきました。愚かなり、うつろなる者ども。やった、やったぞ。ついに神の軍勢を退けたぞ。まったく愚かだよね。いざや、見ていたんですか。ねえ、そこのうつろくん。君は知ってるかい？今この世界のあちこちで虐殺が起きてる。いや、
正確には起きていた、だね。もうそれは終わった。信仰者も異端者も互いに互いを殺し合い、生き残った者も悪魔に食われた。守護天使はもういないからね。結果どうなったと思う？みんな死んだよ、君を除いて。この世界はもう滅びた。生き残った虚は君だけだ。そんなバカな。ねえ、どうして君はそんなに神を否定したのかな。誰もが同じように同じ神を信じたなら、同じ信仰の家族として仲良く幸福でいられたのに。それは私も気になります。弾圧に抗いたかったのはわかります。生きるためだから。でも他者の信仰まで否定する必要はないのではないですか？それはだって当然だろう。なぜなら私には私が信じる神がいるのだから。さすがは人間の真似が大好きなうつろだね。つまりこれはただの宗教戦争だったってわけだ。君は君の神と違うという理由でうつろたちを殺しまくった。うるさい。あんな神など信じてたまるか。本物の神様は私の神様だけだ。まあそれもいいんじゃないかな。世界を滅ぼしてもいいくらいに信じている神様なら、きっと君に救いを与えてくれるよ。うるさい。さあ追いかけて、この世界の顛末を見届けるんだ。足平はこの先に走り去ったみたいです。追いかけましょう。イザヤの言う通りにするのは郷原ですが、私も顛末を見届けたい。それがどんなに滑稽なものだったとしても。